はいどうもです。私はですね、今関西国際空港に来ております。ということです、関西国際空港にバンコクからエアアジアで、見ていただければ分かると思いますけど、やってきたということですね。ちょっと明日ですね、私こちらの関空から羽田、東京の方に帰ろうかなというふうに思っておりまして、というのは今ですね、夜の10時18分でございまして、残念ながら関空からもうね、東京便、成田も含めてないということなので、ちょっと今日一泊する予定でございます。久々にね、ちょっとでもここら辺の関空で泊まってみるのもいいかなというふうに思いまして、ということで工事がすごい夜に行われている関空でございますけど、今ね、絶賛改装中でございます。ということで以前からですね、泊まってみたいホテルが誕生したということで、そう、この関空の、ほぼ近く、リンクータウンの方にですね、オモスリーティーですね、星野リゾートのですね、ホテルがですね、今年3月にですね、開業したということで、今回ですね、そちらに泊まろうかと思っております。ということで今日はですね、金曜日なんですけれども、先ほども予約しまして、8000円で泊まれるということなんでね、そんなに値段も高くない。ちなみにファーストキャビン、カプセルホテルだと、もう関空だと6000円ぐらいとか、それぐらい値段しますんでね、それ考えると結構お得なんじゃないかなと思ったりもするんですけど、果たしてね、その関空の近くにですね、できたそのね、星野リゾートってどんな感じかっていうところですね、ちょっとね、レポートできればなというふうに思っております。ということで、これは日本の歴史ですかね、こういったのありましたっけ、ということで、いろいろ変わってますね。で、今の到着便ということで、出会いが今到着便ということで、香港便が今日最終みたいですね。私が乗ってきたやつはこれです、エアアジアということで、じゃあもう早速ホテルに行きたいと思いますので、残念ながら無料シャトルバスとかそういったものはないみたいなんでね、電車でリンクタウンまで向かいます。というので、でも行ってもリンクタウン駅の確か目の前に、あるはずなんで、全然そんな面倒くさいとかそんなことはないはずです。はい、ということで行きましょう。外はちょい涼しいぐらいですね。多分でも日中は結構もう日本ね、暑いんでしょうね。ということで、よし、あと4分後に出発。意外とでも関空からこの時間はリンクータウンに降りる人も多いですね。ということで、あれなんだよな、そう、暗くてちょっとごめんなさい、見えないと思うんですけども、そう、あれなんだよな、最上階がレストラン。意外とするな、370円もするんだ、一駅なのに。橋の料金が加わってるんですよ。というわけで、じゃあちょっとローソンで、買い物してから行きます。パンツも出てくれてありがたい、美味しくっていこう。はい、ということで買いました。リンクータウンの夜はほぼ海外の方です、知らなかったな、こんな、やっぱみんなリンクータウン泊まんな。ということで、どこだったっけな、はい、
ということで、リンクタウンはね、そう、変なホテル泊まりましたね、昔。うん、あといろいろスターゲートホテルも名前が変わってるんですよね、今ね。他にもワシントンホテルがいろいろあります。うん、こっちだったの。あ、こっちは逆側ですね。うん、あの観覧車があるわ。観覧車もね、乗りましたね、懐かしい。全てなんか記憶が蘇ってくる。コロナ禍真っ最中の時の、うん、書いてましたね。うん、ということで、ちゃんと主関空関西空港 by 星野リゾートも書いてますね。ということで5番、はいですね。はい、行きましょう。逆側だった。 SIS スターゲートってそのままか、名前はね。それで、ただ運営会社は確か変わったんですよね。よし、お、すげえ、5番出てきた、目の前にあるわ。ちょっと感動だな。おお、というね、コンビニも、そう、駅ここですからね。で、これはスターゲートホテル。そしてこちらが、あ、オモスリータ行ってなかったですね、失礼しました。オモ関西エアポートですね。それバイ星野リゾートということで、はい、ありますね。お、中めっちゃ広々してる、すごい。ということでチェックインしましょう。ね、犬もいいんだ。いい。というのでね、ここはもともと WBF ね、ホテルだったんですよね。もうロゴもついてて、それでずっとね、コロナ禍もオープンせず、で建物だけできて、ずっとそんな感じだったんですけれども、まあ、知らないうちにって言ったらあれですけども、星野リゾートになって、うん、WBF としてオープンすることはなかったんですよね。それでね、こう今は主として誕生したという感じでございます。うん、ということで、じゃあ行きましょう。おー、すごい。でも結構星野リゾートでね、空港ホテルって珍しいですよね。多分ここだけじゃないかな。というので、出てきた、ここら辺は。で、これは全、まあ、オモ5に、ね、泊まりましたけれども、あれですね、その時と同じような感じですね。ということで、チェックインできました。早い。2004番、こちらがレンタルと思いきや、これ買うんですかね。レン、あ、200円かかるんだ。そうなんだ。どうしようかな、迷う。まあでもせっかくだから、はい、借りましょうか。そうなの。よし、パンツだけか、上は。よし、上下セットで200円。はい、ということで、あ、今回はあれです、ダイニングが一番上なんだ。あ、やっぱりそうですね、あそこ光ってる。あ、それ大浴場もあるということで、ゲストルームが20階。そういえばでも私20階だった気持ちがしますよ。そう、当たりですね。うん、ありがとうございます。あとはまあコンビニとか、うん、な感じですかね。駐車場もあります。じゃあ行きましょう。2、コンビニとはつながってるんです。いいですね。歯ブラシとかもない。よかった、予想当たってた。歯ブラシとかカミソリはもあるんで、歯ブラシとかちょっと今回忘れてたの。ヘアブラシとか、お、子供用のやつもありますね。じゃあもらいます。
なんか綿棒がそこら中に落ちてて、あのその綿棒で部屋にアメニティないのっていうのを察しましたね。これ4箇所ねボタンがあるんですけども、このタッチするところが1箇所かな、ないっていうのはちょっと結構なんかあれですよ、他のホテルではありますけども、それだったらここだけでいいような気がするけど、まあちょっとそれ置いときましょう。20階でございます。よし、10階。おなあ、新しいホテルの匂いがする。これは嬉しいよ。この感じはなんか眺望があんまり期待できないよう なんか感じがする予感。よし、ということでオモ関空ちょっと行っちゃいましょう。よし、ということで、お、すごい、いい、はあ、ということでこんな感じになってるんですね。おお、もう十分すぎるぐらい。ということでこんな感じになってるんですね。ほら素敵。というのでここでは靴を脱ぐような感じになってて、あ、こういったところはあれですね、うん、ちょっと洒落てるやつになったりですとか、やっぱり、うん、あ、こういった感じで大浴場ね、すぐに行けるようにもなってますね、うん、ということで、あ、ここはもうテレビになるんですね。普通になんか星野リゾートはないんだね、あのトップ画面になんか Wi-Fi 書いてたりとか、こんな感じなんて、ね、眺望は多分ね、そうだね、中の方だから、あ、でもまあまあまあ、あのなんとなくこう街並みは見渡せない、この字型になってるみたいですね、うん、多分場所によってはね、あの関空を一望できたりとかできると思いますけども、私はもう最安値のところだったんで、はい、このような感じになってます、うん、でまあ、あのそうちゃんとしっかり書いてたんですけど、そう、ね、シャ、お、だいぶあれですね、シャワー、こう開けたシャワーなんですね、はい、ということでバスタブはないですということで、それはね強く書いてました、バスタブありませんみたいな、私の部屋はというので、ある部屋ももちろんありますけども、ちょっとお高めになると思います。でトイレはこっちで、こんにちはということで、うん、おきれいですね、はい、というわけで、あの今日はねバンコクからたどり着いたということで、もうゆっくり寝て、はい、過ごしたいと思います、思います、思います、思いますエコーモードで、はいよし、じゃあ行くしよう。素敵なホテルです、はい、ということです。じゃあ大浴場行きましょう。一応ね、水はね、ここで入れるボトルの水はないんですけども、あのなんかタンクがありましたね、あの冷蔵庫の中に、それで入れてくださいっていう感じだと思います。レンジもあります。じゃあ4階、まあ、シャワーだけでも大浴場あればね問題ないです。こういったのは全部 WBF 時代のやつなんでしょうね。でもね、多分ここまでは書いてないと思います。カラーとかね、こういったところはあの絨毯とか書いてると思いますけど、ということでさっぱりしました、うん、結構中も広くてたくさんの人が収容できるような感じでしたね、うん、半露天みたいなところもあって、サウナもあって結構大きいんですよ、うん、ということで、あのここは来た方がいいですね。ただお風呂好きならあの変なホテルの方がいいかもしれない。あそこはね、そう、温泉施設と融合してるようなところなんで、さすがにそこまでいかないですけど、でもいい感じです。これも借りてよかったですね、200円で。あれあるとやっぱ楽です。わざとね、また服着替えてとか、ちょっとめんどくさいんで。ということで、さっぱりしました。
じゃあ部屋戻りましょう。特にアイスとかはないですね、うん、まあそれはね、ローソンで帰った話ですね、1回の食べたけ。ということで、もう快適ですね、部屋、うん、ということで、ネットも早くて、なんかまあ、だらだら過ごしてたらもう1時とかなっちゃった。じゃあもうぼちぼち寝ましょうか。よし、じゃあもう寝ましょう。うっす。はい、それではもうね、寝ようかと思います。ということで、クッションも気候気柄になってますね、うん、星野リゾートね、すごい勢いで本当にね、オモモできてますね。あの奈良にもなんか刑務所をなんか ね、あのリフォームしてまたホテルを作るとか、進出拡大がすごいですね。まあ外資系もね、すごい、マリオットとかもすごいですけど、うん、まあそんなことは置いといて、とりあえず寝ようかと思います。もう1時とかで、明日朝食10時なんでな、早く起きたいんだよな。起きれるかな。一応バンコクはねマイナス2時間なんで、あんまり眠くないですよね、夜1時とかでもね。実質11時とかなんで、まあでも寝ましょうか、ここは日本ですしね。ではおやすみなさい。うい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 よし洗面台、じゃあそこは消して消して、ごめんなさい。よし、はい、おはようございます。ということで、あの朝でございます。よく寝れましたということで、はい、こんな感じで朝を迎えることができました。じゃあ朝食食べ行きましょう。よし、じゃあ朝食食べ行きましょう。筋肉痛だな、やっぱり。でもそんなにでもないな。ピッ、あ、ムエタイをしたんで、そのものになりますよ。あ、そっか、1個上か早いな。よし、どうですね。ということで、朝食は買いと1800円。から見たらこんな感じになるんだ。なんか外からもな、あのあれが見えましたね、ロープみたいなね。おはようございます。あ、ございます。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、お客様、簡単なビューティーのご説明させていただいてよろしいでしょうか。あ、はい、お願いします。ありがとうございます。こちら入ってすぐ右手の方に木目コーナーといたしまして、焼きたてパンケーキをご用意しております。方お召し上がりくださいませ、はい、お席の方は自由となっております。はい、ありがとうございます。はい、いただきます。おー、きれい。あ、ここも十分高層階ですね。あ、人も結構多いな。ただこっからですあれですね、スターゲートホテルがあるんで、関空が見えないです。ただちょっと横にずれればなんかこう連絡橋とか見える感じですね。というわけでこっからとリンクタウンアウトレットね、はい、あの行きましたけれども、ね、見えますね。というわけで全然見えないな、関空。ここはペット専用エリアもありますけど、今いらないです。こっからがいい関空になりますね。
あとベーコンキノコとストロベリーレアチーズとか。はい、ありがとうございます。はい。はい、ということでこんな感じでチョイスしました。美味しそうです。うん、そんな品数は多くないですけど、ということでいただきます。いただきます。じゃあまずはジュース。やっぱり韓国はアジア圏の人が、ね、多いですけど、欧米系の人もちらほら泊まってます。星野リゾートでなんかどっちかというと私のイメージは日本のお客さんが多いイメージなんで、なんかここまで海外外国人率高いのは珍しい気がします。今日は久々の日本食なんで、まずはちょっとご飯からというところで、うん、甘いね。聞いた。うん。何倍でも切る。結構でも日本人の方もいらっしゃいますね。まあ、リンクタウンもそれなりにね、私が前来たのはもう緊急事態宣言とか多分そんなのが出てた時だったんで、もうねすごいゴーストタウンでしたけど、戻ってきてますね。普通にでも便利ですね。やっぱりこう一駅でちょっとホテルがたくさんあるっていう状態だと深夜便でもまあね安心ですね。ホテルはね一人素泊まりで、まあ私は8000円ぐらいでしたけども、なんか平日とかだと5000円とかそれぐらいまで落ちる時もあるみたいですね。まあそれぐらいの値段だったら全然ありかもしれないですね。豚まんはちょっとじゃあ、はい、ということでこちらのシグニチャーメニューともいえる多分パンケーキですよ。最初 A 見た時 お好み焼き焼いてくれるんだと思うんですけど、パンケーキでした。ということでこちらベーコンきのこパンケーキ、うん、あ意外に合いますベーコンパンケーキ。うまいね。ただね今日ねボテジュもね食べないなと思ってるんですよね。スターフライヤーで帰るんで第一ターミナルなんで、うん、まあでもちょっとまあ、朝食もねちょっと見ておきたかったっていうこともありまして、はい食べに来ました。ということで朝食2回コースですね。なので、まあ、これぐらいにしときます。はい、ということで美味しかったです。ここ空いてるのは若干気になるんですけど、まあ、それ以外は良、うん、かったです。よしじゃあ部屋戻りましょう。まあ、なんかテイクアウトプランもあるんですね、うん、はい、それではですねもうぼちぼちチェックアウトしようかと思います。というのでここにも書いてるんですけど、朝はなんかね、ルーフトップあるんですね。22階があるみたいですけど、多分行けないんじゃないかな普通はな、うん、なんかそこでねストレッチをするみたいなイベントもあるみたいで、要予約でみたいです。私は寝てましたね、うん、それであとね空港シャトルはから空港に行くやつに関してはあるみたいで、朝の時間ですね5時から10時までということで、
実はね、あの9時からですね、あの利用しようと思ったんですけども、残念ながらもうなんか満席みたいで、なんかね、もう8人乗りぐらいのバンって行くみたいで、朝はね、なんかもうちょっと大型みたいなんですけども、まあやっぱり、まあピーチとか、あの早朝便とかはあるんで、それら利用する人が多分需要があるんですよね、そっちの方が。うん。そっちはね、あの多分、あの空きはあったと思うんですけども、中途半端なんか今回9時とかそういったものは残念ながらなくない。もう満席ということで、ネットで QR コールで読んで、予約みたいな感じだったんで、まあ仕方ないんで、もう、あの、私は電車で行こうかなというふうに思うんですけれども、うん。あの、そういったのもあるんで、まあ、もしね、あの、余裕があれば、早めに予約してと、早いもん勝ちなんで、はい、あの、やってた方がいいと思います。ということで、じゃあ、今回はもうチェックアウトして、はい、私は電車で向かおうかと思います。こういうことです。じゃあ、行きましょう。よかったです。はい、ということで、ぜひ皆さんもよかったら泊まってみてください。はい、ということで、結構こっから見るね、結構インパクトなんですよね。じゃあ、空港向かいます。はい、ということで、臨港ファンはね、そう、南海と JR 西日本、共通なんですよね。ということで、私は11時出発のスターフライヤーの東京行きですね。他にも札幌とか石垣とかね、まあ、ピーチもたくさんありますね。カウンターが変わったので、すごい違和感ありますね。綺麗になってます。じゃあもうオンラインチェックインもしておりますので、このまま突っ込もうかと。そこの検査場です。はい、じゃあ行きましょう。今日は土曜日なので、多分乗られてる人も多いと思います。プライオリティがあるのはありがたいですね。はい、ということで来ましたね。出発の2時間前ぐらいなんでいい感じですね。多分これなら食べれないってことはないと思います。はい、ということで来ました。じゃあ行きますか。お、みんな旗立ててますね。じゃあ私も旗立てましょう。そんな人もいないんで。ホテル今日10組ぐらいはいるから最低みたいな。あ、すいません、プライオリティパスでお願いします。今満席の状態になっております。あ、はい、あ、大丈夫です。はい、はい、はい、こっちもこちら。あ、こっちです。はい、じゃあこのスムージーの、あ、いろいろあるんですね。じゃあバナナ、はい、あとじゃあたこ焼きで、はい、であとはさらにはこっちです。あ、じゃあどら焼きでお願いします。はい、あ、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ということで新メニューが出てきました。こっちで食べて、誰もいないので、こっちはいつものようなアラカルトでもいいみたいです。多分なんでもこっちの方が、ね、早いんじゃないかな、うん、ということで、しかもなんか、ね、お土産もつけてくれるみたいな感じなんで、
多分こっちはファストだと思います、うん、知らんけど。いやでも満席って言ってましたね。満席なんだ。空いてるようには見えるけど多分キャパシティオーバーですな。それ今もう6人ぐらい並んでるかな。結構並んでる。フライトがちょっとやっぱ大盛況ですね。3400円分食べれますから、ね、プライオリティパス持ってるからね。1万円で楽天プレミアカード持ったらもう無制限で使える、ね、プライオリティパスもらえるんでそれでいいんで。いや本当にすごいですね。セントリアもそうですね。じゃあここで待っておきましょう。はい、どうもありがとうございます。お、すごいこれいいな。お、これからこれもらおうあの家族のお土産で、はい、どら焼き丹波の黒玉、それであとコロッケもついてきましたね。というので2回目の朝食です。よし、じゃあ、まさかお好み焼き食べる気満々だったけど、あのなんかセットみたいなのあったら頼んじゃいましたね。そっち、じゃスムージー、はい、バナナスムージー。結構でも手続きで待ちそうなんで、今とかだと余裕見てた方がいいですね。20分ぐらいかかるかも。まあ、今日土曜日なんで、土曜日の朝なんで多分一番混む時間なんで、まあ平日とかは多分大丈夫と思いますけど。たこ焼きちゃんいただきます。はい、ん、たこ焼き久々に食ったけど美味しいね。ただまだ朝9時なんで、さっき朝食食ったばっかなんでちょっとお腹いっぱいですけど、まあでも食べれる、これぐらいの食べれますね。コロッケ、というのでプライオリティパス持っててればな、まあ、関空ホテル泊まっても素泊まりでいいですね。出発するんであればこれからこの技対応しようかなこのコンボいいわ。朝6時ぐらいから、朝5時半からやってみたい。すごいですね。もうこれでいいですね。じゃあちょっとゆっくりたこ焼きいただきます。はい、ということでじゃあスターフライヤーで帰ります。
はい、ということですね、私はですね今回まあ東京に帰ります。まあ、今回ね、まあ、主関西空港に泊まってみましたけども、すごく快適だったので、ぜひ皆さんもよかったらですね泊まってみてください。ということで今回ですね、まあ、タイから帰ってきたわけですけども、まあ、ゆっくりちょっと自宅にしてからまた海外に行きたいと思います。帰りはまあスタイフライヤーということで、はい、コーヒーも飲んでということで、はい、まったりした感じで、もう席は満席でしたね、うん、ということでボテジューも大変良かったです。ではそんな感じで今回で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。